ダッシュでいくぞ。武田でございます。刻んでいこうぜ。乳首かと思ったらコスモスだった。秋だし、秋だし、夏終わったと思ったら秋も終わり、終わり、終わり。大丈夫、俺ら全然彼女できないけど大丈夫、クリスマス来るで。手分けといて、終わっていい。オッケー。本日の動画なんですけれども、案件です。家賃、お仕事送るだけでやっぱありがたいじゃないですか。なんですけど今回はマジで嬉しいやつ。マジで嬉しいやつ。普通に嬉しいやつ。ええー、本当ですか。カロスさんとの対決です。すごい。2019年ぐらいだよね。一度カロスさんとお仕事はさせていただいたんですけれども、時を経て依頼が来たと。いやもうありがたいっす。もう嬉しいよ。しかも前作のクオリティもめっちゃ高くて、でそっから3年経ってアップグレードされた時計が今回紹介できるってことですよ。えぐない。じゃあヨシさん、時計何使ってますか。っていうのもさ、初めて武田が僕にプレゼントしてくれたその時計だったので。あ、それもずっと使ってくれてるんだ。それはやっぱ思い入れがあって。あー、それは嬉しいね。僕のその時計古いからすぐバッテリーなくなっちゃう。ああ、そうなんだ。本当だったら買い替えるべきなんですけど、やっぱりね、上からいただいたっていうのが嬉しくてずっと使ってます。あ、嬉しいな。僕はマジでこれが一番最初にいただいたやつ。これ動画のやつね。そうです。これもずっと使ってます。そうだね、長距離あることにはもう嘘偽りだし、うん、もうずっと使ってる。すごい助けられてて、それのちょっとアップデートされたやつ、うん、今回、うん、3ですね。これ最初さ、お仕事してもらった時さ、あれやってなかった、クラファン的なやつやってなかった。やってたわ。なんならその時のカロスの信頼度は正直分かんなかった、ね、そうね、うんうん、この数年で、おあのカロスってなるっていうのは本当にすごいことですよね。そうですね。今メインモデルというか誰かっていうと、うん、チョゲ。チョゲ、それはね、それは強すぎる。もうチョゲが使ってます。世界一が使ってるってことだからね。うん、まあ最近世界記録、まあ安定感とか、ね、そうですね、強さはまだ俺は世界一だと。いや、おっしゃる通りです。待って待って待って、入れ物こういう感じの。もうでっかい婚約指輪の箱やん。結婚してくれてカロス出してみた。撮影滞りなくやるためにごめんなさい、もう中身抜いちゃってて、はい、充電もしました。あ、マジありがとう。はい、なんかあれだよね、クッキング、こちらが完成したやつですみたいな。作ってたんかいみたいな。すごい。なんか色可愛くね、それ。白でいいって言ったじゃん。聞いたよね。あ、聞いた聞いた。それちゃんと聞いたよね。あの、うん、俺白にするけど何色がいいって聞いたの、うん、カロス3マジでイエーイ。これはすごいわ。嬉しい。これは嬉しいね、うん、ガチで嬉しい、うん、シンプルイズベストなこの感じがたまらないね。たまらない。このチャッチーベルト選んで、うん、チャッチーって言うな。結構ランナーの方これつけてる人多いらしいよ。やっぱり穴だとサイズが合いきれないみたいな。あー、なるほどね。そうそうそう、うん、自分の程よいところで締め付けが可能なんで、だからほんとパフォーマンスだけを重視する。だからもうこっちがいい、もうこっちがいいと思います。なるほどね。デザインをやっぱ気にしちゃう人は、うん、やっぱこういうしっかり目のベルト。はいはいはい、カロスありがとうございます。送ってくれました。ありがとうございます。はい、だからもう吉木さんもしつけたけど、はい、つけたけど、ちょっとこれ後ほど、はい、一旦説明していいですか。このアップデートされたやつ、はい、ちょっとカンペ用意しますね。デレーデレーン、カンペイ。よしきくん、これがあれが全部滞りなく動画を進めることができるんだ。旧ドラえもんです。旧ね。まず圧倒的軽さ、はい、そうだね、はい、マジで軽い。これは圧倒的軽さ。なんと重さ 30g。 もうないよ、空気を。そうだね、エア 10g か。 30g、 これは軽いわ。空の 500ml ペットボトルと一緒だし、わかりづらい。想像できんじゃないの。みんな、ああ、空のベッド、ああ、そうみたいな。ご視聴なさってる皆さんも、重さどんぐらいかなと思ったら、うん、500ml の空のペットボトル持ってば、うん、そんな感じなんだ。そんな軽いんだ。そうそう、それは味わえる。味わえる。味わっていただいて。次、カラスといえばね、前作もそうだったんですけれども、バッテリーの持ち時間。覚えてるよ、前回。何時間持つの。20とか言ってたよ。ああ、そう。しかも GPS つけっぱでね。そう、うん、なんだけど今回標準 GPS モード連続稼働最大約38時間。うわー、伸ばしてきた、伸ばしてきたね。すごい、すごいわ。安心だよね、この2つだけでいいじゃん。まあそうだね、 GPS つけっぱでってことでしょ。つけっぱでよ。じゃ、つけてなかったらどんぐらいなのって話じゃん。とんでもないこと書いてんだけど、日常使用何日間いけるかっていうと24日。マジで、うわ、すごいね。さらに、はい、カロスアプリのルートページを利用することで目的地を設定し、お好みのルートを簡単に作成し、カロスフェース3に同期することができます。ちょっと慣れていこうです。 What do you mean? Oh, oh, oh.
それはあれですよ、調べてくださいよ、皆さんが。あとは、はい、もうこれ我々が今回使って機能性 GPS の感じとか走ってちょっと試していきたいなと思うんだけど、ニューヨークシティマラソンがあるので20とか飛んでる今日。いやでもお前がいれば安心よ、うん、彼女みたいに言うんだよ。これもさ、やっぱ寂しい夜が続くんだよ最近。はい、はい、毎回周辺家行っていいって言っちゃうもん。3日に1回来るね。3日に1回男友達から家行っていいってこと。これガチです、ガチです。20キロはい。ちょっとさ、状態によってはさ、キロ6とかで行きたいです。おお、結構攻めるね。じゃあ、うん、これからカラスの諸々設定して早速走っていきたいなと思います。行きましょう、参りましょう、ダッシュで行こうぜ。さあ、こっから20キロ行けるんですか。行くしかないでしょ。じゃあ、あれやろう、10キロ、やってみて。みつかくんのパクでもやだし、お前のパクリにもなんかダブルやだ。ダブルやだ、ダブルやだ。やっていきましょう。最悪、めっちゃパクリ。何これ、ちょっと思ってたけど、もう何これ。行くよ。なんでお前のさ、ボケに俺乗ってたのに行こうかってすぐその何それ。じゃあ、信号青になってる。はい、超早いね、このGPS 完了が。ちょうど2時、いいね。あ、ちょうど2時ね。はい、行きます。はい、じゃあ、頑張りましょう。頑張ります。はい、ということで、しゅんさん、1キロ通過、はい、6分19、僕の時計で。はい、で、僕の時計でもう6分20秒だったので、これ GPS、素晴らしい性能ですね。ちょっと今、アップダウンがある中での6分20だったんで、焦らず、景色楽しみながら行きましょう。頑張ります。頑張るよ。2キロ5分58完璧。ちょっと見て、この気持ちいい。荒川、荒川です。いや、綺麗だね。伝わる、この大自然、最高に気持ちいい。わあ、これはね、すごい愛する人と来たい。形は違えと俺でもいいんじゃない。全てをこの大自然、広大な景色が最近の俺と周平の嫌な心を浄化してくれる気がする。俺別に嫌な気持ちだってないのよ。一緒にすんの。まあでも大変じゃん、やっぱ大変だ、ね、数字の中で生きてく、そのインフルエンサー的なところでさ、なんかでもそんな数字すらもちっぽけなんだなって思ってくれるこの景色、これがランニングの素晴らしさよ。それはあるな。考え方とか視野が広がる瞬間、これランニングの醍醐味です。まあその上でのやっぱり時計ですか。そうですね、うん、さあ、まもなく5キロですね。さあ、5キロ6分2。いやもう本当、今さ動画の音にも入ってきたと思うんですけど、ほぼ2人の GPS がずっと一緒にね、同じく同時になり続けてるんで、すごいよ。この GPS の精度もアップグレードされてるなっていうのが使ってて分かります。マジでいいよ。うん、かわいいし、かわいいね。じゃあ、まあこのまま今順調なんで、はい、このまま行きます。頑張ります。なんか景色がジブリや。見渡せば水しかねえ。ただもうちょいで10キロです。しかもちゃんと設定の6分っていうものをほぼほぼ守って走れてます。きつい、きつい。今の思いの丈を叫んじゃって、きつい。なんもなかった。シーンって言うなら、うん。もう絶対に使えないからそれ。さあ、まもなく10キロ。6分8。あ、いい。上半身だけなんだけど走ってないから。はい、長距離を走ってないから足が痛い。本当に地面に足を置く感覚で行きましょう。はい、ピンチ、ピンチ。行けるところまで行こう、うん、まあ、20キロって言いましたけど、うん、無理はしてほしくないので、行けるところまで行きましょう。頑張るんば。さあ、あっという間の15キロ地点やってまいりました。あっという間で、どうですか、もうちょいで15キロです。きつい。15キロ。6分11。お、落ちてないじゃん、きついって言いながらも。きついなってる、うん、きついね。ケースはあと5キロ、無理はしないでほしいんだ。頑張れ。あと5キロないから頑張れ。それ何それ何きついけどどうしていいか分かんないから。だからきつい時にやるやつね。高み盛りやん。どうにかして自分でいろんな方法見つけながら5キロたどり着こう。コミュニティサイクル教えて。おちゃに使うな。ジュエさん、何してんの。感じで現在16キロ地点。ちょっと苦しくなって無理しないで欲しかったのでちょっと休憩させてます。きつい。
ちょっと体しびれてるんで、一回安全帯取りながら、10分ほど寝かして、いけそうだったらラスト5キロ。エネルギーがない、感じる。枯渇してる。枯渇ね。うん。そうなると、ちょっと、やっぱきついので、短距離選手、体が重い分、怪我のリスクも高くなるので、あんまり無理せず。なんなら今日の20キロ走は、現状把握の20キロで、あとこっから約2週間、昼ぐらい。2週間。でちょっとまあ遅いんですけども、やばいってやばい、明日から5キロぐらいコンスタントにやっぱ走ってないとこうなってしまうっていうのを今日学べだと思うんで、あーちょっとマジきつい、勝つか、体動かねえの、あー悔しいみたいな、そういう奈良の大仏みたいな目すんな奈良の大仏だわ一回切るね。ちょっとね、やっぱ体のしびれが取れないということなんで、ちょっと歩きとあとまあゆっくりジョグを混ぜながらラスト3キロもう切ってるんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。この橋登ったらちょっと走るわ。そうだね、頑張ろう。はい、頑張ります。あ、夕日がいい。さあラスト 1.5 キロぐらい頑張ろう。青春って感じなんで、なんか青春っぽいこと言っていいっす。俺今日お前と一緒に走ったこの時間絶対忘れねえから。さあ、シエさん、間もなく20キロ。いや、でも耐えたね。最後の力を振り絞って、完走しきりましょう。あと10メートル。いけいけ。なった?2時間8分42秒。はい。20キロ。20キロ。お疲れ。頑張った。いや、お疲れ、お疲れ。ありがとう。ダッシュで行こうぜ。お、ちょっとマッチ飲ませたかったんだけど、なかったからライフガードにした。俺、乾杯。ああ、炭酸うまっ。うまいよな。いや、でもやりきったよ。いや、吉木さんのおかげでも。とりあえずお疲れ様でした。2時間8分。はい。平均ペース6分26。うん。あんだけ休んだのに、平均ペース6分26で収まってるのが、信じられない。明日1日休んでも、朝ってから、ジョギングの回数、できるだけ嬉しいところで。そうですね。はい。僕も、一応、ニューヨークマラソンもあるんですけども、うん、1週間前に水戸黄門マラソン出場予定です。ここで2時間48分切り、これを狙っていこうかなと。ごめん、頭回らんごめん。はい、ということで本日はですね、こちらの方のカード3を今回使っていきました、はい、めちゃくちゃ軽くて GPS も狂うことなく使いやすく最後まで使い切ることができました。もともとね、多分使ってらっしゃる方めちゃくちゃいると思うんですけれども、まあこの動画を見てまたこれを機会に気になった方ぜひチェックしていただければなと、はい、思います。多分だけどこのクオリティで値段もそこまで、やっぱ GPS 時計ってもう結構高いんですよ。33,000円。ああ、やっぱ安いよ。安いんだ。僕が使ってる時計も5万だし、やっぱりある程度のクオリティとか脈とかそういうデータを取るには 4,5 万はする、うん、GPS 時計っていうのは、このクオリティでまあ、しっかりデータも取れて脈も取れて GPS も狂うことなくバッテリーも長持ちするで3万円台、かなりお得だと思います。マジでいいです、本当に、はい、ということで本日の動画は以上になります、はい、また次回のところでお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。